ザブース、皆さんこんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日もですねミュンヘンを飛び出して皆さんにある世界的に有名なドイツの、ブランドをご紹介しようかなと思います。早速ポチッと。ウルムのね町近郊にあるギーンゲンアンデアブレンツというねところに来ています。昔からここはフェルト産業が盛んだったということで、1880年にその有名な企業がねここで誕生しました。それがこの会社、皆さん分かりますか？シュタイフ。シンス1880年、熊のねロゴが見えますよね。まさにここの会社が120年前に世界で初めてテディベアを作ったんですよね。日本語のね案内もありますよね。日本ともゆかりが深い、日本でも多くのコレクターの方がいるということで、このシュタイフのぬいぐるみはすごくね日本でも人気があって、お店もね確か日本で青山だったかな、あるかと思うんですが、今日はそのシュタイフのこのミュージアムとちょっとショップを皆さんにねご紹介しようかなと思います。ちょっとその前に面白いアンケートをね見たんですよね。ドイツ人大人1000人に調査をしたところ、約半数の人がぬいぐるみが好き、そしてその3分の1の人が子供の頃から大事にしているぬいぐるみを旅行の時にねどうやら持ってっていると。ただ誰にもね言ってないということなんですが、そしてコロナ禍ということで人とのね交流がない中で、一種そのぬいぐるみというものがセラピー的役割をしているということで、大人のマーケットも広がってきていて、もちろん子供にもね愛されているということで、ちょっとどういった中なのかね、皆さん一緒に行ってみましょう。ミュージアムのね中にね入ってきました。早速大きなねシュタイフのぬいぐるみが出迎えてくれているんですが、ここがミュージアムのエントランスに、ねなります。驚くことにドイツ語、英語、そして日本語があるんですよね。しかもバンビのコラボレーションの商品もある。すごい。それよりか、そう、ここにそのシュタイフのモットーである子どもたちには最高のものこそふさわしいということで、ちょっとしたこう体験型のミュージアムということなので、どんなものか入ってみましょう。皆様ようこそシュタイフの世界へいらっしゃいました。ここはまだちょっと昔のような雰囲気です。昔ここに座って飲み物をしていました。あそこにまだ私の古い裁縫箱があります。私の最高額をひいきにガタガタを増えさせて、本当に懐かしい。私は1847年にここギンゲンで生まれました。アポロニア・マガレーテ・シュタイフと名付けられました。そしてある日、ファッション雑誌が私の家に舞い込んできて、そこにはどんどん型紙が載っていました。あまりにも可愛かったので、小さな象の針刺しを作ろうと思いました。すぐに針と糸を出してきて象を作り始めました。あまりにも楽しかったので、あっという間に象が出来上がってしまいました。早く引き出しや箱にさっさと戻ってビリヤードが戻ってくるまでには静かにしなくっちゃ。僕が一番年上なんだからなんてことだ。昔はこのことはあれ、こんなに遅いのにお客様だ。全く気づかなかったよ。リハードも何も言っていなかったな。まあいいや、リハードがいない時は僕が大将なんだから。そう、リヒャード・シュタイフは僕の発明者なんだ。彼はそれはいろんなものを発明したんだよ。まず僕を発明したのは1902年。簡単じゃなかったんだ。リヒャードは一生懸命に工夫をしていつも絵を描いていた。動物園やサーカスのクマ、いやクマの家族まで描いていたんだよ。一緒にテディベアとね、3000体のテディベアと探す旅をした後は、こういう風に実際にテディベアとかにね触ったり乗ることができるコーナーがねあります。もうみんなが全てこうぬいぐるみなので、こう怖い動物でもなんとなくこう怖いというよりか柔らかいので可愛らしい感じがありますよね。あ、この蛇みたいのはこの下にスロープがあって子供が滑り台で遊ぶことができると。そしてですね、階段を降りていくと、今度はこのシュタイフの創設者のマルガレーテさんの、そういった展示、実際のあの象の針刺し、本物の針刺しをね、見たり歴史をたどることができるということで、全てあの日本語でのね、説明書きもあるのでね、ゆっくり皆さん楽しむことができると。特別展示もこういうふうに、今は夏だから、海賊、海の中のシュタイフの展示があると、いうことなんですよね。そしてこう実演もね見せてくれているというのもまた嬉しいですよね。あ、実際に、あ、ほら作っていますよ。ミュージアムの、ね、見学が終わると最後にはショップがあるということなんですよね。日本人の方に一番人気があるのはこういうキーホルダーになるようなんですよね。使いやすいですし、お値段どれぐらいだろう、22.3000円ぐらいか、でも一生ね使えるもの、僕も持ってるんですよね、1個で。このクノッフィンオアーっていうのがもうこのシュタイフのねもうトレードマークになって、昔ねそのシュタイフがとても、売れた時にコピー、粗悪なコピー品がね出回った時に、そのトレードマーク、このクノッフィンイワーをねオアをねつけるということが、品質保証、最高級の品質保証につながるということで、今でもね全ての商品につけられているということなんですよね。洋服とかもありますけど、でもぬいぐるみ、面白いカタツムリのぬいぐるみがありますよ。大体いくらぐらい、5000円ぐらい。ハムスターとかください。いいですね。シベリアンハスキーかわいい。こうちゃんとね動物とかもすごいちゃんとこう本物の動物をちゃんとスケッチしているということなんですよね。あとやっぱりお子さんにも安心で、有害な、物質とかそういった染料をね使っていないということで、まさに子供に最高品質。こういうタオルもかわいい。これなんだろう、ミトン？違うか、体をこうこするため。くまのプーさんがありますよ。ディズニーでのコラボ。いいですね。これ5000円ぐらい。袋もある。袋も可愛いですね。ちょっと衛生な品質管理もされているということで、これぐらいの値段になるのは当たり前だと思うんですが、そしてね120年を今年迎えたそのテディベアということで、そのテディのファミリーがこういうふうに販売されている。お母さん、お父さん、ベン、子供、ミラと。かわいい。こういうバッグもいいじゃないですか。かわいい。子供だけじゃなくて女の子、女性も普通に使いそうな。で、毎年そういうムーゼムやベアというねのを販売している。今年はこのサニーっていうのかな、緑の花を持つかわいい。でも2022って刻印はねされていないんですけど、この麻のね素材、やっぱこうなんだ、ナハルって言ってるんですが、アルタナティーブ、持続可能な社会のためのってことで、これは2020年なので書いてありますよね。2020なので安くなってる。こうやって今ちょっとクライナという自生もので、こういうウクライナの国旗を着たテディベアもいますよね。あ、男の子が大好きな、どうですか、ディノザウルス。あ、ここはクラシックのテディベアですね。コレクターの方にはたまらないでしょうし、あ、皆さんこれ持ってるっていう、ね、方が多いかもしれないですよね。まあ、正直僕別にそのテディベアがもの好きっていうわけではないんですけども、なんか見てると、あ、少しこうなんか欲しくなっちゃいますよね。やっぱなんかそれだけのこう何かやっぱ手作りっていうか魅力があるんですよね、シュタイフには。あ、最後にここ、あ、さっき見た、あ、今年どうやらロゴがこう新しく、ね、なったということで、じゃあちょっとアウトレットの方に行ってみましょう。アウトレットもあるんですよね。ということで、ちょっとどれぐらいお買い得か。例えばこれ、あ、約これは半額になってますね。結構商品によっては半額であったり、あと 30% 引き。あ、このぬいぐるみも可愛いですね。これもお値段、あ、約半分ですね。あ、ミニーちゃんもありますよ。ミニーちゃんも 44.9 が 22.95、 半額ですよ。いいですね。あと洋服とかそういったものも結構お買い得みたいなんですよね。これどうですか、こういうの10ユーロとか。洋服もでも可愛いですね。色使いも可愛い。男の子、あ、これ 34.95 が10ユーロだからか、結構お母さんとか皆さんね、今買いに来てますよ。ぬいぐるみとかよりかやっぱこういうジャケット、なんだろう、お子さん服がお買い得なんでしょうね、皆さん。あ、こういうのもかわいい。10ユーロお買い得。こんな感じでした、アウトレット。博物館ショップの横にはこのビストロクノップっていう、ね、ものも併設されていて、まあ、セルフサービスなんですかね。普通に食事が、ね、することができるということで、僕が今日頼んだのがこれ、マルガレーテさんのお気に入りのテラ食事ということで、ハンバーグにマウルタッシェンとい こうドイツ風餃子ケーズシュペッツレ、あ、美味しそうですね。こういうのあんまり普通にレストランで見ないので、盛り合わせ嬉しい。いただきまーす。お、ハンバーグ、なんかハンバーグなんか食べるのすごい久しぶり。結構ぎっしり中が詰まったハンバーグ。これはポテトかな。じゃがいもサラダ。これも味付けちょうど良い。ケーズシュペッツレ。これもたっぷりチーズ入ってて美味しい。あ、これすごくお得。シュタイフのね、ちょっと街中にやってきました。まあ、至る所でまた、シュタイフ、熊のぬいぐるみが飾られているんですが、いかがでしたでしょうか。ミュンヘンからね、日帰りで、まあ、2時間半か3時間ぐらいね、来ることができます。まあ、必ずウルムにね、途中下車する必要があるので、日帰りで、ミュンヘンからウルム、そしてこのシュタイフに行くのが、ね、すごくおすすめになります。もしくは皆さんが今後、旅行ねできるようになった時に、日本の旅行会社もそういったこのシュタイフにね組み込むツアーを作ってくれると、個人的にもねすごく嬉しいです。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。チュース。